相手に生き残れるはずがねえ。いってえ。じゃあな、リヴァイ。くそ。深淵だ。生きている奴がいるのか。雑魚どもが。はい。本社を探しながら行ってみます。あのこれ使ってください。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ、目の周りに巨人化の跡が。獣の巨人化。お前がエレン・イエーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。父さん。おい、嘘だろ。ここまで追ってきやがった、化け物め。ああ、分かったよ、リヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いが、お前はここまでらしい。エレン、いつかお前を救い出してやるからな。